はい、こんにちは。札幌占い美容室早岡市の後藤です。今日は、カラーをやりたいと思います。で、時間は1時間半ぐらいで、ちょっと1時間ぐらいかな、1時間ぐらいでカラーだけなのでと思います。どうしますか？いきなり上は暗めの、はい、下はグラデーションで明るくしたいです。面接の時はここは7トーンぐらいにしてグラデーションにするので、根元の方がフォレストンの、パールベード6の91とプラチナムの66の81を1対1でとりあえずリタッチをして、ちょっとお湯をためます。毛先は今こんな感じです。こういう感じですね。若干根元の薬が入って少し、くすんだ感じですね。ただブリーチ剤がついてるとやはりカラーが入らないので、ここでしっかりですね、お湯につけてあげることですね。で、あとは今この根元の薬を徐々に毛先の方にちょっと今移行させてるんですけど、どのぐらい色入るのかっていうのをここで一回確認して、トナー入る前に様子をちょっと見た方がいいですね。そうしないとちょっと入りすぎたりとか、入らなすぎたりとかって大体ここで読めるので、もしくはこのやってる最中でも OK っていう場合もあるんですけど、ちょっと今シャンプー剤をちょっとつけてます。まあ結構いい色に今もうすでにベージュっぽくはなってるんですけど、狙った色はもうちょいアッシュっぽい色なので、先ほどの残液に対して4の6ですね、バイオレットの明るいやつを足したんですよね。ただちょっと今見た感じだとちょっと危険そうなので、ここでちょっとお湯ためながらやった方がいいかなと思いました。なのでちょっと少量のお湯をためて、でここにタオルを1枚、黒タオルを1枚ぶち込みます。はい、ここでタオルをちょっと1枚入れて、このタオルをトナーのトナーをするためのタオルとして使います。これ今ちょっとシャンプーつけてるんですけど、でちょっとつけてみてちょっと様子伺いながらですね、ちょっと危険なので色がバーンと入っちゃうと結構危険なんで、ちょっとずつ探りながらですね、ここで同時進行していきます。まあ結構直接いけそうなので直接もつけちゃいます。大体こういう風にちょっと探りながらやっていかないと、色が入りすぎるとまた取るのが結構大変なので、ちょっと直接つけて大丈夫そうな感じだったので、でワンプロセスにすることによって、まあカラー1時間弱でできればカットを合わせて1時間半でできるんで、まあ結構こういうカラーって本来多分2プロセスかな、カラー多分どうするのかな、一般的にはブリーチを多分皆さんはして、で1回時間を置いて流して、でさらに、根元のカラー、毛先のカラーっていう風に多分、分けて塗られると思うんですね。そうするときっと時間がやっぱ1時間半とか2時間ぐらいかかっちゃう、プラス料金もやっぱそれだけ取らないとダメになってしまうんで、ワンプロセスでできれば、まあ、結構価格も、まあ、抑えたりもできますし、あとまあお客さんの負担にもならないと思うんですよね、時間も早い方が。で結構もう今僕がイメージしてた色ぐらいにもなってるんで、ただシャンプーして乾かすと結構色飛びするんで、ちょっと濃く入ってたぐらいが僕はちょうどいいと思ってるんで、もうちょっと馴染ませます。でここで、コーミングをしながら
やることはこのタオルで、全体にちょっとこうなじましていくことなんですね。で、根元の薬を毛先の方にこうちょっとしごいていきながらやっていくことによって、色ムラがちょっと防げるというか、中間の何て言うのかな、逆塗りしたところが意外と薬ついてなかったりすることが多いので、こういうふうにちょっと指で揉んでいくような感じで全体に薬が行き渡るような感じにしていきます。どうしてもね、これ2プロセスになるとやっぱり2万円ぐらい料金取らないと、サロン上ちょっと2万円ぐらい取らないとちょっとうまくいかないので、ワンプロセスでやればもうちょい、まあ、その地域の価格があると思うんですけど、もうちょいまあリーズナブルにもできるサロンもあるかなと。ここですね、結構色が入ってきますね。結構バイオレットが効いてきてるかなと思います。で、根元の薬をなぜ使うかというと、やっぱり全然別のカラー使うよりも統一感がカラーとして出るので、根元の薬も利用することによって自然になりやすいって僕は思ってるので、なんていうのかな、もう別個のものを使うっていうよりは自然につなげていきたいので、根元の薬も使うようにしてます。で、結構少ないお湯でやっていかないと結構色が薄くなって薄まるというか、カラー剤が薄くなっちゃうので、結構少ない水でやってあげる方がいいかなと思います。ヘナジェルとヘナウォーターがちょっと今回新しくリニューアルしまして、使えば使うほど髪が強化できます。で、今までとちょっと違う部分、成分的なものはちょっと言えないんですが、かなり面白いですね。髪の毛がホームカラーとかして傷んだ髪とかも、修復できますし、あとは、細毛の人とか、あと広がる人とかもこれでケアできるので、この新しくリニューアルされたヘナジェルとヘナウォーターつけていただくと髪質が変わっていきます。で、ちょっとまずヘナウォーターを全体につけて、それからヘナジェルをつけていきます。皆さん優勝できるように、ピンクジャム優勝できるように、あ、動画の説明欄の下にピンクジャムの動画、踊りの動画、彼女が踊ってる動画を載せておくので、8月何日だっけ、8月23日、新木場幕張メッセ、違う、新木場新木場スタジオポストで、新木場スタジオポストで実際に行った人じゃないと投票できないらしくて、なので実際皆さん行っていただいて、生の彼女の踊りを見て採点をしてあげてください。お願いします。はい、頑張るということで、はい、動画で真ん中で踊ってる人です。ちょっと遅れてる人、いや遅れてました嘘、冗談、遅れてない